はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃助です。今日は東京都内に来ています。去年だと思うんですが、上野駅前の駅前 QRV 的な企画で 433.3 と 145.3 のデジタルの呼び出し周波数で CQ 出して音あるかというチャレンジをしたと思います。まあ結果としては音なしと。なかなかそのデジタルの呼び出し周波数で直接ね CQ 出して音があるの少ないのかなーっていうね、まあ検証結果、チャレンジの結果だったわけですが、今日はねビルの33階に来てますので、まあここだったらね、まあ430で電波出したら関東平野の結構広い範囲に飛ぶはずなんで、今日はですねリベンジ運用企画ということで、433.3 と 145.3 のデジタル呼び出し周波数で再び CQ を出してみたいと思います。平日のですね夜8時になるところですので、どうかな今回こそデジタルの呼び出しで CQ 出して応答あるか。僕まだ前の動画でも言ったと思うんですけど、このデジタルの呼び出し周波数で CQ 出して更新したことねないんですよ。はい、今回こそできるかということでチャレンジしてみたいと思います。はい、でアンテナはですねいつも僕の SRHF10 をね、まあ、キャップ代わりというか、まあ、これもね純正アンテナよりこうプニプニで取り回しよくて、まあ、純正アンテナぐらいは飛ぶんで、これを普段ID52 に装着してるんですが、今日はですねこれをアンテナとして持ってきました。SRH779 ですね。最近フィールドの運用だと SRH770 使うんですけど、あれはねちょっと室内で使うには長すぎるんで、はい、こんな感じのロットアンテナですね。430で2分の1、144で4分の1っていう感じのアンテナだと思うんで、まあ必要最低限は満たしていますので、今日はこの SRH779 で運用したいと思います。これね、折り曲げ機構とかもね、ついてるんですよ。はい、じゃあ早速、433.3 かな？はい、ここで CQ 出してみたいと思います。CQ430、 こちらはジュリエット、ジュリエット0、ノベンバー、シエラ、ユニフォーム、 JJ0NSU ポータブル1、東京都港区移動です。次回 433.34DV モードで再度コールします。各局よろしくお願いします。 CQ430、 こちらはジュリエット、ジュリエット0、ノベンバー、シエラ、ユニフォーム、 JJ0NSU ポータブル1、東京都港区移動です。お聞きの方いらっしゃいましたら応答お願いします。受信します。どうぞ。あー、応答ないのか。ダメか。 CQ2 メーター、こちらはジュリエット、ジュリエット0、ノベンバー、シエラ、ユニフォーム、 JJ0NSU ポータブル1、東京都港区移動です。お聞きの方いらっしゃいましたら次回 145.34DV モードでコールします。各局よろしくお願いします。ちょっと難しそうですね。あの不本意ながらズルしてもいいですかちょっとツイートしたいと思います。どちらかお聞きの方いらっしゃいますか。こちらは長岡ホテルロミオ420、長岡、あ、ごめんなさい、CQ430、 こちらはジュリエット、ジュリエット0、ノベンバー、シエラ、ユニフォーム、 JJ0NSU ポータブル1、東京都港区移動です。お聞きの方いらっしゃいましたら応答お願いします。受信します。おー、来た。はい、J1ICU、 こちらは JJ0NSU ポータブル1、東京都港区です。5959です。どうぞ。
前橋です。前橋です。はい、了解です。J1ICU。こちらは JJ0NSU ポータブル1です。太田ありがとうございます。東京都港区から、5959お送りいたします。はい、遠くから音あってびっくりしております。はい、ちょっと DV モード何も告知なしで CQ 出して音があるかというのをやっておりましたが、もうどんだけやってもダメだなということでちょっと。ズルをしてしまいました。ツイートしてしまいました。多分、ツイート見て音をいただいたんですよね。はい。ちょっと今回もチャレンジに失敗しまして、文明の力を使ってしまいました。J1ICU、こちらは JJ0NS。あ、名前は小野です。よろしくお願いします。どうぞ。いらっしゃいましたら応答お願いします。受信します。はい、ありがとうございます。 JK1OTK、 こちらは JJ0NSU ポータブル1です。レポート次回お送りします。どうぞ。はい、JK1OTK、 こちらは JJ0NSU ポータブル1です。55のレポートありがとうございます。こちらから5959のレポートをお送りいたします。東京都港区です。ビルの33階になります。名前は小野です。大阪の野原の小野と申します。よろしくお願いします。 JK1OTK、 こちらは JJ0NSU ポータブル1、どうぞ。はい、了解です。 JK1OTK、 こちらは JJ0NSU ポータブル1です。あ、私の動画見てアマチュア無線興味持っていただきましてありがとうございます。はい、ということで 433.3 と 145.3 のデジタル DV モードで CQ 出してみました。まず結果としてはですね、やっぱ応答ないですね。まあ平日のこの8時前後っていうのが、まあ土日に比べればね、聞いてる方少ないとは思うんですけども、多分433のね、FM で CQ 出したら普通にたくさん応答あると思うんですよね。だけど、この33階でまあまあいいロケーション、それなりに飛んでるはずなんですけどね。いやー、やっぱねー、ちょっとつまんないね、これは。まあ、でももしかしたら C4FM 可能性あるのかなって思うんで、まあ、次回はね、ちょっと C4 を持ってきて、FT3 で持ってきて CQ 出すっていうのね、またやってみたいなというふうに思います。そして、すいません。僕のちょっと Twitter 使って、相手ね、探して、更新お願いしますという形でツイートさせていただいて、まあ、2曲更新できました。というか、そのね、自分自身心配になってたんですよ。これそもそもちゃんと電波出せてるのかなみたいなねのもあって、ちょっと心配に、あまりに心配になっちゃったんで、ちょっとツイートして、まあ群馬と、更新もねできましたんで、全然問題ないのかなとは思うんですが、まあ
とにもかくにも、はい、ツイートしたらとりあえず更新できたということで。で、群馬の方からは、まあ、QSO パーティーとかね、やってると、はい、デジタルモードの QSO のイベントとかやってると、まあ、結構聞こえるよ、みたいな感じだったんで、まあ、イベントデーとかだったら聞こえるけど、普段から 433.3 を聞いてる人は、ごくごく限られてるのかなっていう感じの印象でしたね。はい。ということで、まあこれね、この無線って難しくって、相手がいないと、あ、誰もいないんだってので、聞く人も減っちゃって、で、聞く人いないから、CQ 出しても応答ない。で、また聞く人減るみたいな、負のループみたいなの起こっちゃって、聞く人、相手がいないとね、ほんとそのバンドって閑散としちゃうんですよね。なのでまあ、複数でリング持ってる人とかは、433のね、FM のメインも聞きつつ、433.3 の DV モードとか、C4FM とかもね、聞いてると。それで音があるとね、またやる人も増えるっていう感じかなと思うんで、トランシーバーとかアンテナの数にね、余裕ある方はね、普段から聞いてみると、また新しい出会いがあるんじゃないでしょうか。皆さんどうすか?皆さんのエリアでのね、DV モードとか C4FM のね、シンプレックスの運用状況を聞かせてください。この動画が良かった、役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけると、ももすけの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。X もやってます。説明欄のリンクから X チェックしてフォローしてください。以上、ももすけでした。バイバイ。